はい、おはようございます。今日は逆にちょっと早くなったんですけど、もう、作業、パソコン作業が終わって今からご飯食べて、一杯飲んで寝るんでね、もうまた、昼過ぎになっちゃいますから、ようやくこのリゾートホテルのですね、裁判の訴状ですね、よいしょ、仕上げて、あと日付を入れたらいいだけにしてますけどもね、以前書いてたんですけどちょっと微調整をして、まあ東京でこう東京中心に仕事をしてるとなかなか整わなくてですね、日程がね、やっぱり裁判で呼び出されたらどうしても出廷しなきゃいけませんし、書類も相手の反論に応じて書かなきゃいけないですから、かなり、厳しくなるんで、仕事の合間にとにかく何とかしようと思いながら日程の調整ができなかったっていうところですね。2346万円の損害賠償請求をするということで、まあ、もう以前にね、整えていた内容です。パソコンで、だいたいチェックをしました。はい、おはようございます。やっぱり自宅でね、自宅でこうドカッと構えて、もう電話もほとんどあんまり、用事のない電話かけないようにして、まあ用事のない電話って言ったらおかしいけど、だいたいやっぱり自宅でこう集中してやるのが一番いいですね。はい、さあちょっとご飯を食べて、まあ一杯飲んでね、ご飯を食べるということはちょっと飲むんですけど、これローソンセレクトのねゴールドマスター、これが100円なんですけど割といけるんですよね。本当にまたやっぱり私はこうやってへこまして、さっき風呂も入ってね、でやっぱりローソンセレクトのこのスモークタン、これも100円ぐらいで、税込みで120円ぐらいかな、あこれ108円、税込みで108円ですね。よいしょ、こっちで見ればいいのか、ちょっと待ってね、ちょっと衆院選の高知の分析なんかをしたりしてね、選挙管理委員会から PDF でね、衆議院選挙のこういう各候補のですね、選挙結果の集計表を取って、まあいろいろ見ながらやってるというとこですね。こんな感じでいつもやってますね。よいしょ。さて。これが選管のホームページ。よいしょ。まあ本当、わわわわ。この前から言い続けてますけど、人間ね、本当にやりたいことの半分もできないもんですから、まあそれでもやろうと。とにかくやり続けていったらなんとかなるということでね、私やっぱり今回の衆議院選挙、何が不満だったって言って、まあ、自分の手続きもできなかったのもそうなんだけど、原発がね争点になると思ったらそれが吹っ飛んじゃったみたいなのは非常に残念ですね。はい、お疲れ様です。いや原発ね、もうわこれで脱原発決まったって思ったけどね、希望と一緒についえてしまった。
100円なら上等、ブッシュはありがとうございます。でこのねローソンのこのゴールドマスターとこのスモークタン両方で200円ぐらいですよね。これはほんとあの レモン味でねいいよね。ちょっともう気軽で安くちょいちょいっていけるのはいいよね。もうほらまあ高知まで高知に帰ってわざわざコンビニのどこでも食べれるって食べるなって言うけど、まあ刺身とかね食べるときはまたあれだけど、こうやって気軽にちょっとやるのがいいよね。ほんと、うん、真面目に大手のやっぱり技術はすごいな。もう焼肉屋でこれ温めたらまた違うんだろうけど、温める、ちょっと温めてみるから。本当に焼肉屋のタンと遜色ないですよ。美味しい。ちょっと温めてみようか。高知はね、非常に縮図というか、これはね、自民の比例で、農林水産大臣だった山本雄二さん、まあもともとね30年前の私の親分ですけど、まあ、この人の最初の選挙の2年間当選するまで秘書だったんですよね。もう本当に最初にこの人を国会議員したのは私だというぐらい働きましたけどね。まあ向こうはそんなこと思ってないでしょうけど、立憲民主党の竹内さん、この方もよく知ってるんですけど、まあ四国で一人なら立憲民主党やっぱりこうこんだけ人気あったら通りますよね。よかったですよね。で希望の党も一人ね、まあ、希望の党が32万票、立憲民主党が23万票と、やっぱり候補者が希望の党の方が多かったからね、うん、で、公明党がこれ四国ですよ、四国23万票、まあ、立憲民主党とあまり変わらない感じですね、23万票。で石田紀俊さんもこれも高知の人なんでお会いしたことももちろんお話ししたこともありますけど、高知からね、比例で3人で小選挙区が2人だから5人で、でどこか何県だかな、神奈川県だかどっかで高知の人が通ってるんですよね。だから6人高知県出身の衆議院議員が出たということで、これが高知1区、中谷さんが盤石の体制、まあ、共産党希望が割れたんで、まあ、でも中谷さん防衛大臣を経験して2回ね経験をしてベテランで10回目の当選で8万1675票だけども、共産党希望を合わせると7万票を超えるということで、これは一つになると本当にわからないですよね。やっぱりね全国大体そうですけど、これ広田さんが、まあ立憲民主党系の人ですけど、立憲民主党要するに労働組合が非常に推した候補なんですけど、この前まで農林水産大臣だった山本雄二さんを破ったと、しかも2万票以上の差をつけて破った、衝撃が走りましたね。まあ広田さんは
もともと自民党の県会議員でしたから、でじわ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 と民主党に入って、で民進党の時に地盤を固めて、で参議院選挙に当選した。だけども、その徳島高知でね、選挙区が減りましたから、徳島高知で合わせて1区に1人になって、蛭田さん議席というか立候補できなかったんで、衆院選に鞍替えして、もう完璧に狙ってましたね。広い広い高知県の西の2区なんですけど、2万戸、まあ、1年365日雨も降るから回れない日も用事もあって、まあ例えば200日回ったとしても1日100件ね。それはね、家と家の間が離れてるから大変なんですよ。まあ、山本ゆうさん、ちょっと地元に帰れないというような言い訳もあったりして、もう解散、急な解散で何ともならなかったということですね。はい、ただ本当に奇跡のように比例で当選しましたけどね。要はですね、これ自民党山本ゆうさん、これ3位に食い込んでますけど、77%しかないんですね。だいたいこう四国の1位2位はもう単独比例ですから決まってますから、3位が重複比例で並んでるわけですよね。愛媛、香川、徳島と。ところが、小選挙区でね、徳島が2人通ったから、自民党。ね、だからもう愛媛、香川、高知、徳島で、徳島の人は2人とも通った。で愛媛の人と香川の人が弱かったんですよね、この負けた人たちが。まあ、弱かったって言ったら悪いかもしれないけど、思惑こう票が伸びなかった。まあ、相手の立憲民主党とか希望の党の人が強かったんですよ。要するにね、それで、見てみて、これ77%、75%、この辺り72%に並んでて、まあ僅差で山本裕二さんが10回目の議席を獲得したということで、地元の新聞ではですね、本人も言ってますけど、奇跡の復活だということで。非常に本人ももう負けを覚悟していたようで、引退をこう口走ってたようなんですけど、夜中の、1時過ぎに最後の四国の当選が決まったということで、奇跡の復活ということらしいですね。よいしょ。おはようございます。私もですね、以前衆議院議員の秘書をしてた時に、民主党政権の頃でしたけど、中選挙区が小選挙区になった初めての、もうだから20年前か、20年前、1996年の選挙で、自分のその時の親分は、民主党ができてほやほやの鳩山由紀夫さんの民主党と、自由党の小沢一郎さんがこう手を組んで、で、民主党ができた、そのほやほやの時、自民、社民先駆け、っていうような時代の頃ですけどね、自民、社民先駆け政権が終わった、時の中選挙区が小選挙区になった時の選挙ですけど、後藤正則さんという昨年亡くなったドクターのね、お医者さんの自治労系の非常に、自治労で実力者だったんですけど、介護保険を導入したような人の公設第一秘書だった。まあその時に高知1区で、その時は高知1区2区3区で、高知1区は高知市だけだったんですけど、負けて、で比例で徳島の仙石嘉人さんが強くて、
小選挙区で勝ったから、だから、後藤さんが比例で復活当選したというようなことで、私もねこの夜中に「おい比例で当選したぞ」っていうねこのざわつきを「えっ?」ていう感じで、やっぱりって未だに覚えてますね。というのはそのみんなねその僕はまあ自民党のこの秘書から先駆けコーチの総務局長になって、そして、選挙協力という形で自民社民先駆けの選挙協力という形で、民主党の後藤正則さんの公設秘書になったわけですけど、まあその時にですね、一区で負けた、みんなね旧社会党のね労働組合の人たちが「ああ負けた」とか言ってバタバタ帰っていくわけですよ。そしたらね僕は「いやまだ比例がある」と、まだ比例があるというのを誰もね相手にしないわけ、みんなもうなんかこうバーってこう「ああ」みたいな感じで帰っていくわけですよ。そうしたら僕がちょっと用事がいろいろあるから、まあ、地元の一応その事務所のトップだったからね、その時は若い35歳で地元事務所のトップだから忙しいって言ったってもうたまんなかったけどね。で僕が外に行ってる間に当選が決まったって言って、みんなワイ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 なんか事務所に集まって自分たちで酒を持ち寄って乾杯して帰って、で僕は所用があって事務所に帰り着いたら王さんっていうね後に連合コーチの会長になった人が私とこう仲良くやってたんだけど、まあ、だいぶ私より年の上の人だけど、その人が「おお藤島お前御社遅かったねや!」とか言ってね、もうねもう労働組合の人たちはね選挙が終わったあと酒飲むだけやからね仕事はね、こっちはいろいろあるっちゅう。でみんなほらもう酒飲んで出来上がっちゅうきね、で僕が「あすいません遅くなりました、よかったですね」って入ってったら「おお藤島帰ってきたぞ」とか言って「わあ」とか言って「お疲れさん」って言って瓶ビールと缶ビールを頭からザーッとかけられて、野球の野球で買った時みたいにね、もうスーツもワイシャツも全部ボタボタ冷たいし、それは2月の選挙やったきね、2月、いや、まあ、未だに思い出すけど、でもその時のね僕は第一秘書で政策秘書の、Y さんっていう人に東京から来てたから、その人はね、電話して「ちょっとごめん」で、ビールかけられて自分の家は遠いき、ちょっとホテルの悪いけどちょっとシャワールーム貸してって着替えさせてってワイシャツは買うていくし、なんとかこう背広は拭いてなんとかするからって言ってシャワールームだけ貸してって言って、もう事務所のすぐ近くにねホテル借りてましたから、その人はね、いやこの人が亡くなったんだとつい最近聞いてね、ええって言ってね、結構苦労した人やったけど、人やったけどね、結局公職選挙法違反で捕まってね、苦しんでたようですけどね、まあ、旧社会党系の人もねもういろいろ選挙違反するんよ、まあ、自民党もそうやけど、もうとにかく僕がね、いやもうそれはできませんねっていうような感じで突っぱねたら、それでもって、クビになったけどね、まあ僕はだから会食されて冷や飯食いになって、本当に急に金もなくなって急に給料なくなるんですからね、当時35歳で公設第一秘書で
年収が700万ぐらいあるんですよ、当時ね。だから20年前。 そんな35歳の若造に高知でそんないい仕事ないですからね。全部もちろん保証もついてるし。ところがそれが急に要するにその選挙違反を強要されて、それを断ったら解職されたわけですよね。で急に給料も途絶えて、で向こうが解職したのに私の自己都合で辞めた、辞職した形を取られたんで、失業保険も入ってこんし、まあ困ってね。でどっか就職してないかと思って履歴書書いて持っていくわけですよ。企業、知り合いのところの企業とか回るわけですよ。そしたら「お前藤島どうしてあんなええポジションにおったのにお前が辞めさせられるじゃいうことはないろうがや」と。他の人間に変わるもんらおらんじゃないかと、まあまあお褒めをいただいて、お前なんか悪いことやったんじゃないかと、こうなるわけですよ。ね、今の妨害者たちもおかしな理論で、藤島はあんなに選挙に数々出てると。で、普段は金がない金がないってカプセルホテルや貧乏暮らしやって安酒飲んで、ね、カップラーメン食べて、コンビニの発泡酒で、いただきますみたいな、ごちそうさまです、ブッシュワーとかやってんのに、なんでやと言うてね、なんか悪い、藤島があんなに選挙に出れるのは、なんか悪いことをしてるに違いないというので、このネット上の妨害者がはびこってるわけですけど、まあ、それと同じというか、そういう理屈になるの？みたいなね。衆議院の公設第一秘書を解任されましたと、解職されましたと。じゃあ履歴書を書いて仕事を探しますと。で、行く先々で結構な仕事をなさってたのに、どうして辞められたんですかって言ったら、いや、選挙犯罪を命令されて断ったら解職されたんだって言えないわけですよ。3年は黙ってたから、女房にも母親にも友達にも誰にも言わんかった。もう自分一人のこのここにこうフォークとナイフがズボって入ったような、そんな感じ みたいな 絶対言わんかった。もう絶対誰に言うても漏れたら100人近くが捕まったと思うんですよね、大規模な、まあ、また今度機会があった話しますけど、観光バスを3台借りて、遊山に行ったからね、地引き網と。で、まあ、主食の接待をしたわけで、選挙の後でね、お世話になった人たちに。まあ、労働組合の人とか、その家族、まあ、子供は捕まらんけど、もう、芋づる式にやられるわけですよね。100人で出かけていったから、その金取ってないからね。俺はもう言えんですわね。もう3年黙っちゃったんだよ。だから自分の就職にも完全にマイナス。どうして辞めたんですかって言ったら、まあ、諸事情がありましてって言って、あ、そうですかって言って、もう向こうはなんか悪いことしたんやろ、こいつみたいな感じなんですよね。で、そもそもその、国会議員が元気で活動してますから、その地元の国会議員なんて、4人5人ぐらいしかいないわけですから、そのうちの1人にね、まあいわば歯向かって解任されたわけでしょ。保守系であれ革新系であれ、だからまあ誰も危なっかしくて雇いませんよね。まあだからしゃあねえなって言って、まあ、ちょっと料理はできたんで、飲食店を経営して、まあ、儲けるわけもないわね。酒飲んで終わりみたいなとこですよ。まあ、いろいろありました。これちょっと、まあ、試しにちょっと温めてみようかな。ちょっと待ってください。
ちょっとご飯の上に乗っけて温めます。これから本当にお待たせします。これね、ほんのりと、あんまり変わらん。あ、野の花さんおはようございます。ホースさんもおはようございます。やっぱりこのローソンのスモークタン、冷たいまま食べて美味しいように作ってあるんですね。非常に美味しい、冷たいままで、そうなんです。まあこの話はね、皆さんには何回かやったから、ちょっとごめんね、お腹減ってるんで。卵混ぜご飯やっぱり卵混ぜご飯好きよ。私ね、割と大きめの器に卵を片っぽにやって、半分混ぜご飯で半分白いとこ残しとってね、いろいろ、合うおかずを見つけて食べる。すみません、もういいやった、適当や。このね、もう今日はもう器に盛り替えるあれもないけど、このローソンのね、もずく、あ、もずくじゃない、めかぶ、めかぶ、こんなね、南国土佐にはあんまり馴染みがないんですよ、めかぶって。これがね、塩味で、これもローソンいける。これを白いご飯で食べようと。いうことでね、何の放送や。あ、もう切れたらごめんなさいね。よいしょ。これが、今まで味が濃かったけど、ほら、スーパーのメカブ。この塩味がいいよね。そんなにコインを入れたら、あと30分喋らないかんなるやんか。あ、5枚入ってしまった。ありがとうございます。それではあと30分延長でとか言いながら切ったらまた怒れる。まあ、あと30分やらせていただきます。ありがとうございます。眠いちゅう。まあ、ほんでそういう話はおいおいするとして、ちょっと待ってね。こういこうか。ちょっと待ってね、あと一口二口食べさせてね。お腹空いてんねん。これスモークタンつまみでしょ。卵混ぜご飯にめかぶ、キムチ、納豆で、スーパーの半額のおでん。もうずっと、ここもうずっと本当にパソコン作業に没頭、ひげも剃らず。風呂も1日2回のところ、もうここのとこ1日1回、大体は2回入るんやけどね。もうパソコン作業に没頭。まあ、おかげさまでだいぶ進んだ。
この卵かけご飯半分白いところ、卵かけご飯を半分で白と黄色にして、んで緑のめかぶと、今度は納豆ネバネバ攻撃。これちゃんと作ったら絶対美味しそうに、これで海苔、海苔持ったらね、ほらよ、緑と黄色と納豆の茶色と、ちょっとライトつけてないから見えんか、まあいいや、卵納豆めかぶネバネバ、うん、ここでキムチ、オッケー。このホテルの裁判の損害賠償請求っていうのは、その、株式会社を株主から解任されたわけですから、役員、代表取締役をね、それはもういいも悪いもなく、株式会社っていうのは株主のものだから、もうか、株式会社っていうのは株主の私有財産なんですよね。だから理由なんかいらない、代表取締役でも何でも解任するのに気に入らん、それで解任なんですよね。まあ普通は、まあただただまあ道理としてそんなことあんまりないんやけど、だけどもまあ会社法上解任されるわけですよ。会社法を見ていったらね、役員の解任っていうのがあるんですけど、ただし、その役員には損害賠償請求権がありますよということで、まあ、これは、分かってたんで、東京で知り合いになった弁護士が、慣れてるから藤島さん書いてあげましょうかって言ったら、ああ頼む頼むと、俺会社法とか分からんねよと、あんまりこう経験がないからって言ったら、ああこれなんか簡単ですよって、ちゃっちゃちゃと書いてくれて、もうそれが1年以上前ですからね、ありがとうありがとうって、もうそれをほら、もうそんな元があったら僕はもうチャカチャカっと変えてやる の得意やから、もう早うにできてたんですよね。半年前には提起するつもりで一回持っていったんやけど、ちょっとした直しがあって引き返してきて、持って帰ってきて、あと日付を変えたら出すっていうことになってて、東京の仕事がごちゃごちゃになって、ああもうじゃあこっちやった方がええわと、金、お金になるからって言って、まあなかなか人生はうまくいきまへん。ええ、まあ高知におってもね、毎日別に刺身食うてるわけないからね、大体スーパーの半額のおかずとか。コンビニも最近安くなったね。うん。あ、おでんはスーパーの半額の方が安い。わざわざ同じ味やったら高いもん買う必要ないもんね。でもね、ローソンのね、この本当に今日言うたこのゴールドマスター、脱水味で別になんとはないけど、もうちょっと飲んで ポコッと寝るんでも全然問題ないよ。冷たい時にキューってやったら一緒やから。でこの
スモークタン、レモン味で、ほんと美味しい。でね、ローソンのあの、左手です、すいません、あのローソンの冷凍ほんといいですよ。ロートン、ローソン、ロートンじゃないローソンの今もあの電話代払うときたわけ、あのコンビニの振り込み用紙の振り込みなんですよ、僕は電話代は引き落としにしてないんで、もうなんか手続きめんどくせずっとそのままいつもコンビニ行くからね。まあコンビニはファミマが一番いいと思うんやけど、最近このローソンのゴールドマスターこれね、それからこのスモークタン、そしてね冷凍食品安いしうまい、本当に皆さんローソンに行ってください、冷凍食品、今日もね、マルガリータ、それからほら子供もおるから、僕らがおらん間に子供がガサガサってやって電子レンジでチーンってするものがやっぱり2食3食なければいかんわけですよ、マルガリータピザで、私ビーフン好きやからビーフン全部200円ぐらいよ、でナポリタン塩焼きそば、全部200円ぐらい、そのローソンはあの200円ぐらいで出せるものっていう感じで作ってる、もうあの考え方が分かる、僕もほら飲食店やったから、だから非常にこうコンセプト考え方がしっかりしてる、冷凍食品で200円ぐらいで出せるものを作ろうという形で来てる。で他のコンビニは美味しいものがありますよ、これを冷凍で出したら受けますよ、おおそうか、でこれをこうしてあして、あ美味しいのができた、値段はいくらやって言って値段をつけてる、だから300円のものがあって400円のものがあったりする。ローソンはね大体200円ぐらいのものでザザザザザッとこう買えるようになってんの。であのちょっとこう値段の高級、まあ、その300円が高級に見えるわけうまい戦略やと思うね。まあそんな、コンビニ評論家藤島でございます、ありがとうございます。コンビニで年間どれだけ金使ってると思うよ、本当に。すごいよね。やっぱり皆さんにこういただいた寄付金をありがたく使う、ね、コンビニが私の東京、ほぼ東京で、ね、年間9ヶ月10ヶ月ぐらい東京にいるから、コンビニが長いわけですよね、買い物するのは大体多いわけですね。皆さんにいただいたありがたい寄付金をほぼコンビニで使う、まあ、カプセルホテルとコンビニでも大体こう使うと終わりやからね。あとあの電車賃、結構電車賃がね1日1000円とかかかるんですよ。これはもう本当にね、まあでもその僕がほらコンビニでこんなん買いました、これ美味しいですって言うでしょ、やっぱりねこの寄付金をいただいて、でコンビニでねやって、でカプセルホテル泊まって、やっぱりこの還元戦とね、いろんな意味で、あコンビニでいろいろ藤島は食べ歩いて、あこれが美味しいんやっていうね、こういう話で、カプセルホテルも捨てたもんじゃないよって、露天風呂があったりしてねっていうね、皆さんほらカプセルホテルなんか行かない人が多いでしょ、行かない人が多いでしょ、まあでもやっぱりその僕がこう話をしてると割とこう敷居が、じゃあまあ一回行ってみようかみたいな、あそういや今日は泊まらないかんからカプセルホテル行ってみようかなとかね、まあそうなるじゃないですか。
はい、まあそんなことです。で、せっかくコインをいただいたんで選挙の話ですけど、まあ、この高知でさっきも言ったように、非常にそのこの日本の今回の衆議院選挙の縮図みたいなところがあって、一区は中谷元さん、自民党の防衛大臣を2回経験した人ね、で、希望の党、そして共産党と三つどもえでやって、全然歯が立たずに中谷元さんが勝ったけど、まあ8万票と7万票ぐらいで、非自民で協力すれば、まあ、食いつくことができると。これはいい候補者を当てれば逆転も可能かなというところですよね。まあ風次第ということになりますよね、結局。で、2区は無所属の立憲民主党に支援を得て、保守系にも食い込むことができた。というのは元自民党の県会議員なんで、で参議院議員だったという実力者だったんで、広田さんという人が、農林水産大臣を経験した、私の元の親分のね、若い時の30年前の親分の山本雄二に勝ったということでね。ただし山本雄二さんもしぶとく奇跡の比例復活を遂げたということでね、多分 RJ35 さんが山本雄二さんの比例復活でこんなにがっくり来てるんじゃないでしょうかね。まあだから自民党公明党と激しく戦っているわけですけど、この間もその RJ さんに注意したけど、あいつが落ちたらええとか、まあ、落選運動なんていうのはとんでもないやつには落選運動かけたらいいんですよ、ね、でもそれはビシッと本当にこいつを落とすために活動しますっていうのと、陰口であいつが落ちたらええざまあ見ろっていうのと違うから、それは自分の小汚い心根を見せることになるから、ね、もうそんなみっともないことをしない。で、自公政権と正々堂々と戦って正々堂々と勝たないかんねやからね、だから不正選挙やのなんやの言いたくても言わない、ね、山尾詩織さんのことで結局800何十票差で勝ったら、今度は向こう側が自公政権側が不正選挙や不正選挙やって言うてくるでしょ。同じことの繰り返しで決着なんかつかんから泥仕合になるだけ。ね、だからもうその不正選挙のことはマスコミの、ね、変更報道、片手落ちの報道がダメなんやということでもう集約をするしかない。もういろんなこうなったらああなる、ああなったらこうなるっていうのを考えて不正選挙を言うてもしゃあないと、先々には自分に分を選んで帰ってくるというもう判断をしてるからね。そこはもう皆さん自分がねこう感情に任せずに僕の言うたことも参考にしてもらって、皆さん不正選挙のことについてじーっと考えてください。こうなったらこうなる、こうなったらこうなる、こう言うたらああなる、結局一緒。今度こっち側だと言われてお前言うってないかと、ほんなら不正選挙やろって認めなさいってなったら、いやそうだ、自分が勝ったら不正選挙じゃありませんって言うたら、お前何なってんのってこうなるでしょ。だから言うても知らない、マスコミの変更報道によってこんだけ不正に選挙が行われているということを言うたらよろしい。そうそう、ホースさんが言うみたいに物的証拠を抑えたらそれは言うたらいい。物的証拠みたいなものとかね、物的証拠として捉えたけど、じゃあそれが何万票あるんですかと、ね、立証できるもんじゃなきゃダメ。ほらここに100票あるとかね、同じ筆跡やって言うでしょ。ほんでその
当選した人と落選した人が1万票差がついてたら、せあの裁判所は相手にしないから、あのもう重ねて言うてくけ言うときますけど、私は不正選挙ということで3回裁判してますからね。日本のこの国の中で自ら選挙に出て不正選挙だと言って訴えて裁判を3回した人間いませんから。だからあのそういう経験に基づいて話をしてるんで、もうあの現実味のないことを言わん、もうこちらは現実に、もう今まではね、象に食いつくアリみたいな感じでやってきたけれども、もうこれからは政権を取りに行ってるわけですから、これはもうあの現実的な勝負だから、その高松の霊票についてももう要するにそのそれは法律をみんな知らんからちゃんと読まなあかんで、ね、あの不正選挙で裁判を立てたらどうなったらひっくり返ります、どうなったら裁判所が相手にしますというのはもう法律に全部出てるから、不正選挙のその票で 現場を抑えて、で立証してその票があったら当落がひっくり返りますよというその現実があってなんぼやからね。高松の霊票やったのが本当は100票ありました、じゃあ話にならんね、その100票でひっくり返ってないけど、今回の山尾しおりさんにしたって830何票とかそんなんでしょ。そしたら900票1000票は言うに不正な行いがあったということを立証しない限りは裁判所は相手にしないんでね、まあそういうことです。あの言うはやすしやるはかたし、現実は厳しいですよ。私はほら自分で選挙に出て実際に供託金も入れて皆さんのお金ももろうて借りてありがとうございますって借用書も書いて返しますからねって言ってやって、全部現実だから、こうやってボロクソに言われてるのもね、妨害者に妨害されてるのも全部現実で、自分のこの体で自分のこの身で受け止めてるからね。まああのふわふわしたあのインターネットで活動しているだけのことでは構築できない現実味を踏まえた話し方をしてますから、まあ、そういう意味ではね、不正選挙のことは言うても無駄で、実際にコンピューターシステムをいじくって大きな力でもって不正選挙が行われているんなら、それならもう戦うのが無駄、こんな活動も全部やめて適当にチャラ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 挟んで政治あどうせ不正選挙やから終わり終わり何もしませんっていう、そこらのチャラ男と一緒、うん、何の選挙の関心もない全く見向きもしない人たちと同じ行動をするしかない。まあ皆さんね、こうなったらこうこうなったらこう将棋を指すみたいにね、本当に考えてみたら、ね、一回ね、でマスコミってね、皆さんマスコミ相手に裁判したことあります？私は2回やったけどね、マスコミが裁判あの裁判でどう反論してくるか知ってます？僕はあの新聞社の政治部長を相手取って、高知新聞でね、こあの高知一番最初の選挙であのさこの間見せたけど、不細工な顔で映し上がっていて事実と違うんじゃないかと、俺は事実はこんな不細工な顔してない、普通のこんな顔やと、別にハンサムでも何でもないけどね、坊主頭で可愛らしい顔しとるじゃないかと言って、こうね、このあの
ブスサイクの顔、ヤクザのお前、おっさんみたいな感じじゃないかと、ダメやろという、まあ、簡単に言ったらそういう裁判を起こしたわけですよ。実際に僕はやるから、ほら。まあ、そうしたら、新聞が、どう反論するか、皆さん知らんでしょ？新聞はね、こちらは商業誌、要するに商いの、商業の神、商業誌なんで、別に公平に報道する必要はないと、こう来るんですよ、裁判で。知ってます？皆さん。みんな、選挙に出たら、マスコミが、新聞が、ね、公平に報道してくれると思ってるでしょ？言わんけど、そんなもん適当。で、表面で BPO がどうとか、こうとか、公平な報道とか、なんとか、ホームページにも書いて、なんやかんや言ってて、もう嘘。裁判やったらもう、ものすごいわかる。裁判やったらわかる。ね、高知新聞相手に、高知新聞の政治部長相手にやったら、高知新聞もこの意見を述べてくるわけですよ。民間企業だと。公共の新聞じゃないんだと。国営放送でも、国営新聞でも何でもない。民間企業だと。選挙で平等に報道するのは公報。それは選挙管理委員会に出ている広報は普通に一般的にあると。こちら商業誌なんで、民間企業なんで、偏ってる偏ってないじゃなくて、自分たちの好き勝手ように報道するの、これが民間企業だと。こういうことを裁判では弁護士を立ててズバッと言ってくるんですよ。それはみんな知らんから。だから僕がこの藤島がこう選挙で出て、自分で痛い目に遭って、こんなことになりましたよっていう記録がね、また僕も整理して、今昔のデータを整理して、ブログに上げてるから、高知白バイ事件のことも上げてるから、見てほしいんですけど、実際に市民活動家が真っ当なことを言うて、選挙に出たり、外で演説したり、ブログを解説したり、こうやって動画で放送したりしたら、裁判ではこんなことになるのよ、新聞ではこんなことになるのよ、ネットではこんなことになるのよっていう、皆さん、まあ、夢も希望もない、ない、なくすわけじゃないんだけど、現実はこうなのよという、ある意味これ負け犬の惨めな姿をこう晒し続けてるわけですからね。だから、そうすることにまずは意義があるわけです。実際に脱原発っていう言葉を拾い上げて、国中に流布した。その自負はありますよ。でも俺が拾い上げて俺が流布したんやという自負はある。でも、そんなもの、世の中で何の値打ちもない。で、国会前の官邸前コードで何万人も集まる。あれは逮捕されるからダメや、逮捕されるからダメやって、みんなが言ってたけど、大丈夫やって。俺は一人で2年地方にガチャ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 やって、ようやく若者たちを引きずり込んだ。でも僕は引いた。しかし、それは別に何のこの評価をする価値の、前例がないからね。私のやってきた行動っていうのは、値段がつけようのない行動だから。まあ、ただ唯一、このマチカフェ TV の真実の基金に1500万ぐらいの寄付があった。ね。で、私も借用書で、3500万ぐらいの借金をした。これは現実に残ってるわけですよ。それはまあ素晴らしい成果で。これで、借金を返して、また、まあ、当選するかどうか別にして、普通のね、五分五分のどっちが勝つかなっていう選挙ができたら、それはそれで素晴らしいことでしょうね。まあ、だからその手前ですよ、今ね。今は負け犬。今日はただの、朝から酒飲んでる酔っ払いのおっさん。そんなもんよ、現実は。まあ、ただこういう、その
現実っていうのはこうなんだよと、こうやって活動するとマスコミがこう攻撃してきて、ゴミがこんなに湧いてきて、ね、ホースさんも野の花さんも、なりすましが起きて、それを警察に言うていっても何にも取り寄ってくれんと、これが現実ですからね。じゃあどうするかって、いや、それは考えてますよ。やります、やります。しかし、なんぼ金ももろうてる言うても、ゴミどものね、こっちがこう寝てる間に書き込む、僕は起きてたらすぐ消すから、ほら。 あいつらも僕のほら起きる寝るのパターンを読んで、今藤島は多分寝てるはずやってこう書き込むわけよ。ちゃんと寝てる間に書き込むなんて、今は全然書き込んでこないでしょ。僕はチャコ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 消すからね。 で、面白いね。まだ言いびってるわけよ。ブロックしたら投稿できるんだけども、まあええかい、ちょっとやらしてみいと言っても消していくと。消されるのは腹立つやろね、ブロックされるよりも。三田哲か三田悟いうのは、やっぱり本当のことやから、すぐ消してるとか言ってたけど、はい、それもすぐ消すわけよ。 一応私の SNS 上は私が支配者ですからね、僕が小池百合子よりも独善的な支配者だからね、私のこの SNS においてはね。まあでも小池百合子ももうちょっと持ってほしいよね。まあ基本的にはほら、こっちもみんなが利用の試合やから、小池百合子はで、タカ派のくせに民進党を利用しようとしている。要するに民進党の労働組合連合の組織と民進党の金が欲しいわけね。で、民進党は小池百合子の風が欲しい、清新なイメージが欲しい、ジャンヌ・ダルクの下で生きたい、それが崩れたらお互いがけなし合い、逆に民進党の方がもう数当選してるから、まあでもこんなになるに決まってるわね。だからね、僕は希望の党、別にそんなにボロクソに言うがん方はある、もう民進党の連中がね、結局その小沢鳩山を追い落とした旧民主党の連中でしょ。なもん、あんた何をするか言ったら、小池百合子の足元すくうて、希望の党をガブって取るに決まってるじゃないの。そんなものは最初から分かりきったことと、まあいうことですよね。まあそんなところで、また夜は会いましょうね。来週、まあ少なくとも来月の頭には東京でまた行かない、行って活動しなきゃいけないんで、皆さん1000円でも2000円でもぜひ寄付をよろしくお願いします。ありがとうございます。それでは、ちゃん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 、お別れします。 また夜会いましょう。これでもそのまま、あと2個コインが入ったらいかんけど、大丈夫やな。 じゃあ、本当にまた皆さん寄付金1000円でも2000円でもお願いしますね。